処罰は追って伝えます。パボーネ。はい。毎日へ。不測の事態に直面した時こそ、どうすれば常を保てるのか。さて、あなた。あなたは何者です。なぜこの学園の門の前に倒れていたのですか？無作法ですよ。きちんと皆に顔を見せたらどうです。名乗りなさい。私はアルエット。アルエット。